ちゃん、こんにちは。さあ、ゆうたかさん、はい、今年もやってきましたドラフト会議。あ、今年は10月24日、もうすぐです。はい、運命が決まるっていうね。いや、運命の日ですよ。人生がね、はい、決まるわけですから。そうだね。まあ、去年は渡来選手の涙があったりとか、はい、常廣投手に対して新井監督が一緒頑張ろうみたいな感じであったりとか、はい、いろんなドラマが生まれましたけれども、はい、今日は、はい、豊さんにちょっと出遅れましたが、はい、今年の2024年各チームのドラフト1位大予想をしていただきたいと思います。はいはい、まあもうね、いろんな選手が、ここ行くんじゃないか、ここが取るんじゃないかなんて言われてまして、うん、まあなんていうの、今年の場合に限って言えば、はい、社会人に主だった人っていうのがそんなにいないっていう、ね、珍しい。まあまあ優秀な選手はたくさんいるんだけども、はい、でもドラフト1位になると高校生だとちょっと時間がかかるしって、うん、だから本当に指名をするんじゃないかっていうのはちょっと大学生が多いかなっていう。ちなみに豊さん、高校生は一人も1位には予想はしてない。してないんですよね、今年は。してないけど、はい、でも外れ1位で来る可能性のある選手はやっぱたくさんいるし、まあ、社会人もそうだよね。例えば注目されてたのは健大高崎の箱山選手、右打ちですね、はいはい、であったりとか、あと横浜の椎木選手、はいはい、超高校級なんていうふうにも言われてます、はい、あとは花咲徳栄の石塚選手なんかも高校生ではいたんですけれども、うん、今回はちょっと豊さんは高校生は、まあ、双日の宇野とかね。あ、そうですね、はい、まあ、本当にあの素質豊かな、はい、まあ、選手たちはいるけども、はい、各球団が井の一番っていうことはやっぱ大学生かなっていう感じがするよね。で、社会人も1位には豊さんは入れてない。 NTT 東日本の野口選手、はい、一応社会人野球で最強捕手とは言われてるんですが、ここも豊さん見送ったと、1位には、うん、っていう感じになりました。まあ、見送ったっていうのは、まあ、キャッチャーでしょ、今の選手はね。はい、キャッチャーが特別 ドラフト1位になるかっていうと、今年の場合に限ったら、うん、まあ、各球団そこまではキャッチャーとして困ってない。うん、まあ、FM もあるしね、そうですね、まあ、いろんな動きがあるだろうし、はいはい、それでは早速いきましょう、はい、まずもう広島は公言したので、ここはもう決まっているので、はい、宗山選手、はいはい、もう宗山いるんだねって思うね。お、はい、いや、矢野がいるし、はい、小園いるし、はい、菊池の後釜って考えてるのかな、多分そこなのかなっていう、そしたら矢野翔と宗山をセカンド、それか矢野選手をセカンドにしてる、まあ、可能性もあるよね。ありますよね。可能性もある。まあ、それと広陵っていうことがあるよね。あ、広島の出身という。そうかそうか。やっぱこうね、はい、まあ、東京明治に行って、うん、またその田舎に帰ってきて、うん、っていう風になってくると、やっぱこう人気は出るんだよね。そうですよね、はい、カープはもう宗山選手を公言しているので、はい、ここはもう置いとくと。もう決まってることはね、隠してもしょうがないという。そうですね、いや、隠しておいてくれって思うけどもね。本来はそうですね。本来はね、もう早々と牽制という感じで宗山選手を行くと、はいはい、出ました。さあ、では巨人からいきましょう。豊さん、はい、巨人はまず誰を一位指名、まあ、打てるね、はい、外野手内野手っていうのも、うん、内野手までいらないかもわかんないけど、はい、欲しいよねとは思ったんだけども、はい、やっぱ菅野がメジャー挑戦ということを考えると、はい、まあ、金丸に行くんじゃないかなっていうね、左ピッチャー来ました。今シーズンのね、ドラフトの目玉、金丸、まあ、目玉だよね。はい、金丸投手、これ左ピッチャー。そうだね、はい、安倍監督は多分ね、あ、そんなに逃げ隠れしないと思うんだよ。金丸っていうのは多分強豪になると、はい、いうふうに思ってても、うん、もうそこはやってみなきゃ分かんないじゃないかっていうようなことで、うん、多分指名してくると。おお、ここは例えばまあ、金丸投手は絶対に他球団複数団来るだろうということでも、はい、もうくじ運にかけると。まあ、そうだね、正面と、まあ、それとやっぱ菅野がメジャー挑戦ということで、うん、どうしてもやっぱこう1年目からの即戦力が欲しいという、うん、で、まあ、昨年は社会人ばっかり取ってね、はい、うん、まあ、だけど今年は大学生に行くみたいな、うん、そんな感じです。あとは例えば野手、打てる野手っていうのはちょっと考えたりっていう、まあ、考えない、まあ、菅野が残るんであれば、うん、それはもう野手行ったかもわからないけど、はい、菅野がやっぱりどうしても行く、その穴を何人かで埋めると思うんだけど、はい、それはやっぱこう新しい力というか、はい、それも必要になってくるなと思って、はい、まあ、ピッチャーにしたけどね、はい、じゃあ金丸投手で巨人、はい、続いて阪神です。麦谷。お、これ阪神ファンは、はい、宗山選手行くんじゃないかっていうのがすごく多かったんですけど、
ここはまあそうだな、村山も左バッターだけど、はい、麦谷も左バッターなんだよ、はい、で岡田監督とちょっと話した時に左バッターは欲しいと、最近減ってんだと、はい、甲子園では右バッターしかダメだっていうことで、うんうんうん、右は結構いるんだけど、はい、左がいなくなってると、うん、でまあピッチャーもね、うんまあ、欲しいけども、うんまあ、ここら辺は麦谷左の外野手、はい、これは高走手の3拍子揃った、はい、でキャプテンシーも持ち合わせた、はい、いい選手なんだよ、うん、だからそうだな行くんじゃないかなっていうような気がする、まあ、ピッチャーはさておいて、まあ、来年から下村、はいはいあはいはい、昨年のドラフト1位、まあ、今年のドラフト1位か、はい、が出てくるだろうしね、はい、だから麦谷を抜擢という、これでも外野手となると今センターに近本選手いて、ライトに森下選手いて、一応レフトには前川右京選手だったり井上選手、まあ、競争だよね、ははそうか、うん、だからまあ一番バッタータイプなんだよ、1、2番の、まあ、スピードもある選手だから、はい、だからその近本との勝負っていう競争させるっていうことですか、もう暗観としてられないみたいなね、そうですよね、まあまあでもやっぱこう近本もある程度の年になってきて、はいねまあ、入れ替えっていうことも考えるかもわからないし、うん、だから、まあ、近本はもう全然力あるよまだね、はい、まだあるけどもやっぱ備えとしたらやっぱ麦谷なんか最高の選手だよ、じゃあ豊さんは阪神麦谷選手行くと予想と、もう伸び伸びしてるから知らないぞみたいなもう富士大でね、富士大そうですね、富士大7連勝って言われてるんだよドラフト、富士大ね、本当そうですね、伸び伸びしていいんだよ、あ それがねまた発揮するかもしれませんね、プロになって、さあ DeNA は、 DeNA は金丸、うん、やっぱりここはね左ピッチャーにこだわると思うんだよ、はい、でその中でナンバーワンって言ったら金丸しかいない、うんね、である程度の競合があったとしても、はい、まあ行くというのがね、うんまあ、そんな感じがする、うん、まあそれはずっとね、うん、DeNA は左ピッチャーっていうふうに言われてきてたので、まあそうだな、これは行くでしょうね、うん、きっと、そうだな、まあ競合してもやっぱり競合しても、まあ、次もこう考えてる、次の1位の指名の人もってことですね、だからもうここら辺もあんまり逃げないと思うんだよね、うん、巨人同様に、うん、さあヤクルトです、ヤクルト佐藤、あはい佐藤選手、はい、うんうん、富士大、はい、左ピッチャー、はい、やっぱこのピッチャーもいいピッチャーだよ、うん、でヤクルトは金丸欲しいんだけどさ、はい、不順悪いんだよ大体がもうそこまで読んでるんですか、いや読んでる、はい、だからね後回し後回し後回しになっちゃうんだよいつもね、最後それだったら一本釣りでいけるんだったら俺は佐藤がいいなと思って、これファンの予想はやっぱり金丸くじなんですよ、そうなんです、大体くじで外れるからそれどこいつの時監督から始まったの、いやいや大体外れてるよ、真中さんもそうでしたし、真中がケチつけたかも拍手かけたかも、そうそう、いや大体ね、やっぱくじ運ってすごく大事だからさ、思ってるんでしょうね、うん、その球団、いやだから俺はこう一本釣りできる、うん、その中で即戦力で魅力あるなと思うのは佐藤だよ、うん、ああそうやっぱね、左ピッチャーの中で金丸の次は佐藤だから、ああそうなんですね、うん、大体そう言われてる、うん、それとやっぱ球の質もいいよ、はい、うん、だからこれ一本釣りできるとヤクルトは大きな力になると思うよ、なるほど、じゃあ金丸は行かない方がいいと思うもう苦渋の悪さから何もないってだそうですヤクルトさん、さあセリーグ最後中日です、中日は金丸、うん、あもう皆さん予想してます ね、これも小笠原がメジャーに挑戦とかいう話でね、はい、それでやっぱり左ピッチャーが欠けるということ、うん、で大野が投げたんだけども、はい、やっぱり左ピッチャーの中で大野っていうのはね、まあ、存在感あっても勝ち星がちょっとついてきてないという、うん、そうですね、やっぱここら辺で左ピッチャー欲しいなっていうところで、はい、金丸行くかなというね、うん、ではここはじゃあやっぱピッチャー巨人と同様ですよね、菅野投手がメジャー表明している、小笠原投手がメジャー表明しているので、まあ、そうだな、はい、っていう、うん、だからまあ金丸、まあセ・リーグだけで3球団競合するという形にはなるけど、そうですね、だから面白いのは、うん、なんていうの、佐々木朗希がパ・リーグ全部指名した、はい、そうだ、重複した、はい、で奥側はセ・リーグが重複した、だからそんな感じになってるよね、だセ・リーグはやっぱ金丸投手が人気になりそうと、うん、ただね逆に言えば、はい、西武の竹内が今年左ピッチャーの、うん、そうだ非常に活躍したからパ・リーグに逆に人気になる可能性があるけど、うんうんうん、でもそういう事情ではないんだよねパ・リーグは、なるほど、うん、補強ポイントがちょっともう
う豊さんのパリーグの予想は出てるんですけど、パリーグはそうですね、セリーグとまたちょっと全く違ってきますね、指名が。じゃあその注目のパリーグいきましょう、はい、ソフトバンクです。中村だ、中村優斗投手、はい、やっぱ速いピッチャーが欲しい。ここはピッチャーなんですね、やっぱり。やっぱピッチャーかなっていうのは、野手はね、うん、いるよ。まあそうですね、ほら、正木が出てくる、渡辺出てくる、はい、石井ね、川村が出てくるとか、はい、もういっぱいいるんだよ、はい、でファームにも4軍まで見るとさ、うん、やっぱ内野手もいっぱいいるし、はい、ワンチャン内野手がいてもいいかなって思うぐらいなんだけども、うんうん、やっぱねピッチャーがね少し手薄になってることは確かだよね。まあ確かにそうですね、うん、今、うん、だから中村で行くのかなっていう感じですかね。おあとは例えば野手は行かずにこうドラフトの1位からこう見ていくと、ソフトバンクはピッチャー陣が占めそうな感じっていうことになりますか。1位2位とか、はい、まあ2位に取れる内野手がいたら、うん、いいのがいたら、はい、仮に宗山が2位まで残るとまあ、はいはいはい、多分ないと思うけど、まあ、広島が1位って公言してるから、ね、でもこれやめたとなって、はい、あれ2位まで残ったって言ったら行くよ。よく福岡は福岡地元の高校の選手とかソフトバンク行くんですけれども、はいね、福岡大大濠高校の柴田投手、うん、右投手なんですけれども、はい、ここも行ったりっていう可能性はどうなんでしょうか。まあ、可能性はなくはないな。うーん、ただより即戦力って考えると、はい、中村になるかなという、まあ、去年前田投手、前田優吾投手を取っているので、前田のあの大阪桐蔭ね、はい、うん、ということはそうか、じゃあより即戦力っていう方に傾いていきそう。傾くかな。まあ、和田投手も年齢的なこともあったりとかっていうのもありますしね。そうか、じゃあソフトバンクは中村優斗投手でいくと、はい、日本ハムです。うわ迷うな、迷ったんだけど、はい、宗山来ました、目玉の一人ですね。はい、宗山選手、これ広島とも競合することになります。え、広島これしか行かないんじゃないかっていうような予想立てると思う、うんうん、だとしたら野手でナンバーワンって誰だって宗山か、うん、じゃあ行っとくか。ただいますよね、ショート水野かな、はい、うん、で上川畑、はい、でも水野をセカンドに移したっていう、うんうんうん、逆に宗山をセカンドにしたっていう、はい、うん、だからここら辺の強化を図ってくると。おお、じゃあ野手ででも同じタイプが多いけどな、右投げ左打ちの。ああ、うん、だからまあここら辺がどう考えるかだけど、うん、やっぱ新庄監督だったら目玉が欲しいんじゃないかな。はい、まあ、スター性のあるというか、はい、まあ、水野がないわけではない、上川畑がないわけではないけど、うん、まあ、だけど一人目玉はあってもいいよね、うん、ここはやっぱり大学生なんですか、高校生で日本ハムが例えば内野手花咲徳栄の石塚選手とかそういったところに行くとかっていうのは考えづらいですか、育てるとか。まあ可能性はなくはないけど、これは外れた時だよね、うん、そうですね、うん、外れた時には考えるかもわからないけども、最初からっていうことはないと思う。ない、うん、だって宗山は2分の1の確率で取れるんだったら取るでしょ。そうですね、行くでしょ。そうですよね、っていう予想すればね、はい、うんうん、ということはじゃあ日本ハムは内野手の宗山選手に行くと、はいはい、ロッテです。ロッテね、はい、ロッテは大正大の渡辺、おー、まあ、これも高齢なんだけどね、はい、はい、うん、これクライマックス見てた人は分かると思うけども、はい、レフトに角中、ライトに荻野という、はい、ベテランに頼ってたんだよね。そうです、ね、まあ、確かにその時には大川が外れてたりだとか、うん、まあ、藤原がセンターでね、はい、守ってたり、やっぱこう大砲が欲しいよね、はい、右の、うん、それも日本人の、はい、まあ、外ポランコっていうのが、まあ、大体ホームランを打つと、うん、ふうに言われてて、はい、もう一人やっぱこう日本人でね、はい、打てる人、うん、で足も速い人はこの人、はい、で守備も悪くない、うん、大型だけど3秒揃ってるっていうことは、はい、やっぱチームの中心になってくれる、将来できるのは、うん、そのぐらいの存在があると思う、はい、うん、だから渡辺を行くと、はい、ということはロッテはピッチャーではなくて大型日本人の大砲行くんじゃないかと。まあ、そうだな、今年やっぱ打てなくて辛い思いしたからね、ロッテもね。そうですね、うん、そうか。でやっぱホームランが少ないよね。あ、確かにそうですね、うん、だからホームランを打てる人っていうことを考えると、はい、まあ、大学生の中だったら渡辺かなという。なるほど、はい、あと上がっている
のが青山学院大学の西川選手、外野手なんですけれども、そのあたりも名前がどうなんでしょう。まあまあでも大砲が欲しいよ。あ、まあ、西川も打てないことはないけども、はい、やっぱ渡辺の方がより打つからね、うんうんうん、だからちょっとここら辺はやっぱ大型の野手が欲しいかなっていう、うん、同じようなタイプ多いんだよロッテ。ああだからちょっと突出してるような、はい、いやホームラン行きますみたいな、うんうん、まあ、そのぐらいの選手が欲しいな。なるほど。さあ楽天です。はい、篠木。お、名前が初めてここで出てきました。法政大学、はい、篠木選手ですね。はい、はい、これは、まあ、ピッチャーだけどね、はい、やっぱり先発の若い子が欲しいし、はい、うん、あとはやっぱこう競合してこういろいろ迷いたくないよね。うんうん、まあそれは苦渋に恵まれれば一番いいんだけども、はい、でも非常にまとまったピッチャーだしさ、うんうん、いいかなっていうふうに思う、うん、1年の春にデビューしてその夏リリーフで登板し140キロを超す速球を投げ込むということで、はい、ストレートの伸びもある、うん、まあ、楽天はやっぱり右ピッチャーがちょっと、まあ、岸がね、はい、まあ、ある程度の年齢にもなってきてるし、うん、内ちとか庄司とかいるけどもね、はい、昨年は小蛇うんうんうん、を取ってるし、はい、左をね、はい、だから今年は右で行こうかな。行こうかな、はい、だから例えば右のピッチャーだと巨人あたりも例えば金丸投手強豪になるかなと思って篠木投手になんてことはないんだ。ないな。ない、はい、安倍監督の性格からしたらない。ああそうなんだ。やっぱり一番を取りなるほど、はい、あとは、中村投手、中村優斗投手はどうでしょう楽天。まあやり方によってはもう球がやっぱ速いんで抑えに持っていって則本をもう一回前に戻すとか、まあそういう考え方もできるけどもね。まあだけど中村はやっぱ一本釣りできないでしょ。まあ豊さんねソフトバンクに予想してる通り、そうそう、だからまあ一本釣りできるんだったら篠木がいいのかなって思うけどね。はい、さあオリックスです。オリックスは青山学院西川、はい、西川、はい、まあ、右の、あの外野手ということを言えば、はい、不足しているというか、うんうん、で西川だとやっぱレギュラーをずっと張ってられるかなという感じがするんだよね、はい、それと吉田正尚、杉本、はい、青山の実績もあるし、うん、だからそういう意味ではなんかこう行きやすいかなという感じがするけど、ね、うん、で外野手もそうですしショートもできるということで走攻守すべての面でトップクラスの実力を、まあ、外野手をやってほしいな。外野手ショートはもう紅林おるし、そうですね、その後ろに横山っていうのも待ってる、ね、待ってますね、まあ、待ってるっていうか、はい、いるしね、うん、だから、まあ、西川が外野で締めてくれればね、はい、いいと思うけど、そうですね、まあ、思い切りのいい選手だねこの選手は、まあ、とにかく初球からもう振って振って振り上げていくからね、はい、まあ、パリーグ向きっちゃパリーグ向きだよね。そうか、だからオリックスに合ってんじゃないかなっていうの気がする。そうですね、うん、さあ最後西武。もう西武はね、うん、とにかく今年見て誰4番を打たすって、うん、そのファームから上げてくる、もう若手に切り替える4番というかクリーンアップがいないんだよ、はい、まあ、そうなってくるとやっぱ渡辺大将大の、はい、この選手はパンチ力あるし、うん、だから4番候補としてはすごくいいなと思って西武の。そうするとロッテと将来的に、ね、被るような形にはいたか、まあ、被っちゃうな、被っちゃうな、被っちゃうなでもより西武はやっぱりこのパンチ力のある大砲が欲しいっていう、まあ、ピッチャーいるからな、ピッチャーはやっぱりいるし、うん、今年メジャーに行く選手はいないだろう。あの今のところは言われてません。 いないよな。ただあの3名ほど行きたいって言ってる選手、ね、いやそれはそうだよ、それはもう将来的にはね、うん、はい、まあ、来年でも大活躍して、うん、まあ、って言ったらもう止められなくなるかもわからないけども、うん、まあ、やっぱり4番は育てなきゃいかんぞ、うん、だからそういうドラフトで失敗してきてるから、はい、おかわり君のあと誰が4番打つんだみたいな、うん、山川おった、はい、でも山川出てったら誰が打つんだみたいな、うん、いやそしたらもう渡辺にかけるという、そこなんですね、うん、ということはじゃあドラフトその2位3位とかそっちの方で、まあ、一応ピッチャーも取っておくっていう可能性には、うん、まあまあそれはあるよ、それはある、うん、それはあるけどもまず2の1番で行きたいのは渡辺だと。そうか、あとはもうドラフトの全て1位から例えば4位までとかを全部野手で打てそうな人を持ってくるっていう可能性はセーブはありますか。いないもんねそんなに。そうか、そうか、そんなにいないよ。それだったら球のいるピッチャーに
1位から4位まで野手行くっていうのはなかなかやっぱり勇気いるな。ああ、そういうもんなんですね。ピッチャーっていうのはやっぱ故障のリスクっていうのもあるし、だからやっぱ保険をかけとくっていうのはあるよね。そうなんですね。まあいいところでチャイムが鳴ったところで、はい、12チーム、まあ、お時間となったそうだってありました、はい、12チームね、全ての豊さんのドラフト1位、各チームの予想が出揃いました、はい、そして、10月24日ドラフト会議の日にはですね、実際にドラフト会議の模様を生で見まして、その後、すぐ撮影して発信する。そうです、ね、答え合わせもできますし、はい、どうだったんだっていう結果の答え合わせもできるので、 そこで、取って出しするの10月24日の夜の速報も楽しみに待っていてください。はい、はい。